じゃじゃーん、こちらのコールマンの椅子、キャンプ場にこの椅子があるととってもラグジュアリーな空間になりそうです。では早速座ってみます。いやー、こんな椅子座ったことないですね。わー、深くまで座れてゆったりとできます。すごい、ちゃんとここクッション素材になってるんですね。いい感じで頭をホールドしてくれて、いやー最高ですね。このまま寝ちゃいそうなんですが、なんとこの椅子リクライニング式ということで、ちょっとリクライニング試してみます。レバーをここにあるんですが、これをグッと持ち上げて体重をかけると、おーとと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 、リクライニングも簡単です。もう昼寝しちゃいそうです。すごい、何時間でもこのままいられますね。ということで今日は天神岬スポーツ公園フリーキャンプ場でいろいろな商品をご紹介しました。本当に奥が深いですね。キャンプ用品揃え始めるといろいろこだわりのポイントが見えてきます。ぜひ皆さんもキャンプ始めませんか。それでは矢野キャンプこれにて終了です。バイバーイ。撤収。じゃじゃーん、こちらのコールマンの椅子、高級感があります。では座ってみます。わー、あー気持ちいい。この椅子なんですが、なんとリクライニングするということなんです。どうやったらリクライニングさっきちょっとスタッフの方うまくこうなってたんですけど私がやるとならない。あ、ここかな。あれちょっと待ってください。ここだと思うんですけど違いますね。全然リクライニングしない。あ、こっちもかな、こっちも上に上げて後ろに、あーレバー